どっちがこのボールをキープできるか。よし、勝負だ。美咲、約束の決着は今日の試合でつける。美咲、君と戦うのが楽しみだ。華麗なる司令塔。行ってくるよ。行ってらっしゃいませ、ピエール様。必ず勝つ。勝ってこのパリの大空にフランス国旗を上げてみせる。行くぞ、スレイプニル。見ろよ、日本の10番がいるぜ。翼大空だ。あの選手、この大会でピエールのアシスト記録を抜いたんだぜ。あ、こっちはフランスチームだ。ピエールはいないぜ。このエースストライカーはこの俺なんだ。ピエールじゃねえぞ。美咲。ピエール、約束通りこの大会で決着をつけることになったな。そうだね。いいゲームをしよう。うん。翼大空、お手柔らかに。こちらこそ。ピエール様、今日は大統領がお見えになっておりますのでご案内いたします。わかりました。ピッチで会おう。フランス大統領が直々に応援に来てるんだってよ。マジかよ、すげえな。エルシド・ピエール、今日はあのピエールと中盤での勝負になりそうだな。うん。第1試合は6対1でドイツが勝ったか。若林。あ、シュナイダー、お前この試合にも出ないのか。今日のお前たちの相手はフランスだ。甘く見ない方がいいぞ。明日の決勝戦で会おう、若林。ドイツの若き皇帝シュナイダーか。ああ。決勝戦で会いたいってことは今日俺たちが勝つってことか。勝てってことだ。ゴールキーパー若島津、ディフェンダー松山、相田、慈瞳、石崎、ミッドフィルダー大空、美咲、伊沢、佐野、フォワード反町、日向、以上がスタメンだ。はい。フランスチームのフォワードナポレオンとミッドフィルダーピエールにはそれぞれマンツーマンでマークをつける。まずナポレオンには相田。はい。いや、頼んだぜ、エースキラー。おう、任せとけって。ピエールには美咲、お前がつけ、頼んだぞ。はい。
よし、時間だ。今日も頑張ろうぜ。おお、さあどうぞどうぞ。すいませんね、試合の度に押しかけちゃって。応援は大勢の方が心強いわ。ですよね。お、また俺が最後か。おじさん遅い、もう始まっちゃいますよ。悪い悪い、あんまり早く店抜け出すと母ちゃんに叱られちまうんだよ。日本の準決勝じゃ仕事どころじゃないんだけどな。あ、始まった。国際ジュニアユース大会準決勝、日本対フランス両チームの入場です。うわー、来ましたよ翼くん。大空翼、エルシド・ピエール両キャプテンとも真剣な眼差しを見せています。地元サポーターで埋め尽くされたパリ国際スタジアム、今日はフランス大統領も観戦に来ている模様です。両チームピッチに揃いました。あ、フランス空軍も空からの応援です。国際ジュニアユース大会初出場の日本代表チーム、対するサッカーの伝統を誇るフランスチーム、明日の決勝戦ドイツと対戦するのは果たしてどちらか。さあ両チームポジションにつきます。美咲、いよいよピッチで勝負できるな。ピエール、この時を楽しみにしていたよ。行くぞ。準決勝第2試合の始まりだ。エルシド・ピエール、華麗なドリブルで上がっていく。そこに美咲が向かっていった。行くぞピエール。来い美咲。ヒューガのスライディングタック。え、しかしジャンプでかわした。よし、ああ、美咲と空中で激突。これは両者互角だ。美咲、ピエール、何、おっと、こぼれ球を大空がカットした。翼くん、日本3連続アタックで早くもフランスの主軸ピエールからボールを奪い取りました。翼、ナイスだ翼。いいぞ翼。さあ日本のキャプテン大空がフランス正面を中央からドリブルで攻め上がっていくぞ。ピエール様、なんてプレーだ。ピエール様、お怪我はございませんか。フランスもボールを奪い返そうと襲いかかる。さあどうする大空翼。行くぞ。来るなら来い。抜いた。大空翼、軽やかなステップでトリコロール軍団をごぼう抜くぞ。よし、あと大空翼、ああ、ここで得意のドライブシュートだ。行け、決まる。